追加だったな、1位は生ハムメロンの生ハムスイカがうまかった。もうあの後物語ってるよね、やっぱね。本当にじゃあメロンが浮かばれないっていうことで、うん、ちょっとメロンの理想の食べ方をちょっと持ってきたから理想だ、発表だけさせてもらっていい？発表、口頭での口頭で実現するこんだけ今揃ってるやってくれよ。まあまあ一応そのメロンを、いやメロンだ買ってきまして、いいね、テンション上がるね、やっぱり。で簡単に説明するよ、うん、これまず半分に切ります、うん、で身ぐちゃぐちゃにします、うん、でその上に牛乳と練乳かけます、うん、それを食べます。うまいです、それはそれはもううまいですよ、もう決定じゃないですか、そんな。うまそう、天才、うん、素晴らしい。食べたくなってきたな。練乳と牛乳、牛乳ミルクセイ牛乳、もっと濃い牛乳、いや飲めますから、ノンプラス、一応高いにはちょっと見ててもらって、ちょっと美味しそうに飲むところを見させてもらおう、そう、俺らが食うところをね、はい、だからもう本当にさっと作ろう、作ろう、これはあの種じゃん、種取った後にこした方がいい、こそこした方がその果肉あれじゃない、ありがとう、食べないのに。ありがとう、食べないのに。食の興味あるから、よく分かったな、お前。それ大丈夫か、大丈夫か、いよいしょ、さあ、ご会長、あー、いいね、いやー、メロンだね、いいね、だって説明だけでももう間違いないよ、うまそうではある、メロン俺のなんかすごい版でしょ、すごい版、だから果肉ちょっと残しとくパターン、そうよな、果肉もちょっとやっぱ、こせるやつはこしたらグズグズのねところも欲しいよね、欲しいよね、え、贅沢だな、なんかすげえやば、うちさメロン作ってたんや多分、あ、家庭栽培とかでスイカとかメロンとかトマトキュウとか作ってたから、うん、食べれる状況であったんだけど俺だけ食べなかったんだよ、うわ、かわいそうに尖ってたから、いやいやメロン食わねえ方がかっこいいと思ってたけど、反抗期、反抗期だったね、反抗期だったんだよね、そうちょっとちょっと内側の果肉を残して、危ない、危ない危ない危ない、やめとけやめとけ、ここまで来たんだから、我慢しただろここまで、贅沢、器いいね、いやこの器、あとここが贅沢だな、贅沢だよおい、すげえ。タロウのちょっと汚えな。ちょっとそう残す。まあまあいいけど、あれだ。みんなでさ、うん、北海道行った時さソフトクリームのやつ食べたよね。あ、食べた。なかったっけ？食べた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 。うん。うん、あれどこ食ったんだっけあれ？あのゴーカートの、あ、バギーの、バギーみたいな、あれゼルブの丘です。あ、ゼルブだ、よく覚えてるね、ゼルブ、そう、ゼルブだ、丘で一番最初マッドマックスが出てきたけど思い出したけど、やってることマッドマックスなんだからね。やっべ、もう雨ずっとよだれ止まってない。ずっとジュルみたいな。ずっと待てしてる。犬みたいな。待てよ、待て、待て、セントバーナードぐらいよだれ出てるよもう今。まだよまだよ。犬だったら4回舐めてる。贅沢。俺らも頑張ったんだな。そんな練乳持って待ってる。クソデブ。早い早い早い。ちょっと待って待って待って。クソデブだ。このメロン入れてあげるか。あ、全部いく。そうね。もうせっかくだから全部いっちゃう。で多分この汁もさ。この待って、この果汁すごいよ。牛乳入る。見てこれ。100% メロンジュースだよ。限界突破。もう痒くなってる。あいつ痒くなってる。あ、でもちょっと牛乳入る余地ある。確かにちょっとあるね。これでいい。ちょっとだな。でも確かにちょっとだな。ちょっと減らさないと。ああ、すごい。そんな入れていいの？バカだね。マジブーで。お好みで。好みで。うわあ、いやすごい。こんな入れていいのかな。すごい。あ、待って、耳鳴りしてきた。やば。待てしすぎて。待てしすぎた。限界突破で。耳鳴りしてきた。あ、これこれはうまいんじゃない？もううめえもん。これはもううまいね。メロテロだ。メロテロ。メロテロですよ。そして。うわあ、すごい。あ、うまそう。
できとは。できとは。できとは。高井さんにはこれ牛乳。僕の音、練乳。地元の。さあ、で、完成です。はい。うわー、すご。うわで、しかもね、はい。今回ちょっと、これも買ってきたんですよ。やった。アルミストロー。うわあの、ダイソーに売ってたんですけど、ダイソー。いいやつじゃん。だから冷たいのとか、より冷たく感じれるんだって、これ。あー、そのアルミを通ることによって、そうそうそう、へー、ほら、はい、あ、いい太さだね。そう、あのタピオカとか飲みやすいように、ね、こんなあるんだ。犬すぎる。待てすげえ、これできた。千引き屋とかにもやってんだ。いくらで出すんだろう、これ千引き屋だったら3万千引き屋だったら3万で、メロン一束のあれすごい、ね、3万で多分出してる。グラサンあります。グラサンそんな光ってる。グラサン光って見える。光っちゃってる。眩しい。はい、グラサン光ってる。うーわー、え、いただいていい、ちょっと。いいよ。俺これから行く。せっかくだし。あ、そう、そうしようか。うん、アルミ。じゃ、いただきます。めちゃくちゃうまい。何これ、めちゃくちゃうまい。何これ、え、やばやばい。あー、うまっ。納豆だな、それマジで。後味がどんどん美味しい。うわ、で、カニ。雨何これ、自分の名前言った。雨雨そんなポケモンみたいなシステム。鳴き声や、名前。雨鳴き声、雨だ。うまっ。うわ、マジか。あ、うまっ。うん、うまそう。うめ、やば、これ。あ、なんかメロンの爽やかさと、うん、あの、後から来る牛乳と練乳の濃厚さ、うわ、めちゃくちゃうまい。いや、あ、うまっ。そうか、だから程よくすりつぶしたから、果汁がちょっとさ、うん、出てて、だってメロンオレとは違うでしょ。そうね、またちょっとメロンオレはでも上品、すごい。やっぱ頭がやっぱさ、その入ってくる時はその爽やかなメロンのね、うん、あの甘みが来て、すっごいうまいわこれ。何だったんだろうな、ハム。ハムうまかったよ。ハムうまかったよ。そうね、ハムだったんだ、正解は。惜しかったけど、これ圧倒的、ちょっともうやばい。もう恐ろしい。いいな。やっぱこれはやばいわ。こういう類のやついっぱいやろう。ちょっと夏なんかだって多いでしょ。これ夏いいかも。これ果物野菜の時期、うん、いいね。これもう一回冷やし直してもいいかもしれない。いやー、そうなんだ。あの夏の、ね、ちょっとね、うん、お前ゼラチンとか入れて固めてもいいかもしれない。ゼリー、あ、ゼリーで、メロンゼリーね。メロンゼリー。うわ、これ最高。ちょっと30分ぐらいコーラスとか無理なんかな。あー、ちょいコーラスね。ちょっとね。うん、確かに。そう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 。シャリシャリぐらいでしょ。シャリシャリ。あ、それも美味しいかもしれない。うわ、うまい。俺、なんでこんな人生なんだろう。メロンが食べられない。蕎麦が食べられない。蕎麦が食べられない。猫も食べられない。猫食わねえだろ。キモいな。激肝だったけど、かゆっ痒くなってきちゃった。2回アレルギー。